イベリア航空602便墜落事故は1972年1月7日にスペインで発生した航空事故である。バレンシア空港からイビサ空港へ向かっていたイベリア航空602便が最終侵入中に滑走路手前の山に墜落し乗員乗客104人全員が死亡した。この事故は当時カラベルで発生した事故としては最悪のものであり、 スペインで発生した航空事故としても2番目に死者数の多い事故だった。事故機の主導 SE-210 からベル 6R は1963年に製造番号163として製造され、同年6月25日に初飛行を行った。イベリア航空に納入されたのは7月9日で、当初はトーマスルイスでビクトリアという愛称が付けられていたが、 その後、マエストロ・ビクトリアに変更された。602便は、バレンシア空港から、イビサ空港へ向かう、国内定期旅客便だった。基調は37歳の男性で、総飛行時間は7000時間ほどだった。登場していたのは6人の乗員と98人の乗客で、乗客のほとんどは、年末年始をバレンシアへ帰省し、イビサへ帰る労働者だった。また、乗客には、 アメリカ人とドイツ人が一人ずつ含まれていた。602便がサンジュゼブダサタラヤ付近の海岸を通過中14000フィートを通過したと報告した。しかし、この時の実際の高度は12000フィートだった。パイロットは現地時間12時15分頃、機長はイビサ空港の管制官と交信し5500フィートまでの降下許可を求めた。管制官によれば、 この時機長は、ビールを用意してくれ、私たちはここにいると言った。滑走路07へ侵入中、機体は2000フィート以下まで降下していた。しかし、機長と副操縦士は管制官とサッカーの試合について話し込んでおり、危険なほど機体が降下していることに気づかなかった。602便は、標高1515 15フィートの新たらやさ3に激突し、機体は2つに分断された。 機体前方部は山の反対側の斜面に滑り落ちた。機影がレーダーから消えた時、管制官は墜落地点を海上だと誤解した。そのため捜索活動は海上を中心に行われた。しかし、地元住民の一人が霧の中、山へ降下していく602便を目撃していた。捜索隊が現場へ到着したが、生存者はいなかった。 事故原因はパイロットが有志会飛行での着陸侵入中に最低効果高度を遵守しなかったことだとされた。追悼被事故後、アタラヤサ3付近のセるオークスアルタスに追悼被が建てられた。ありがとうございます。